向きと大きさを持つものをベクトルとします。通矢印で示されます。学習上これからは大きさを長さということにします。矢印の根元を支点、矢印の先を終点と言います。記号としてはこのようなものを使います。長さが1のベクトルを単位ベクトル、長さが0のベクトルを0ベクトル、向きが反対のベクトルを逆ベクトルと言います。ベクトルは自由に移動できます。2つのベクトルが等しいということは、2つのベクトルの向きと長さが同じということです。ベクトルの足し算には2つの方法があります。1番目、終点に支点を重ね、初めの支点と後の終点を結びます。2番目、支点同士を重ね、平行四辺形を作り、その対角線を取ります。ベクトルの引き算、逆ベクトルを作り足し算をします。ベクトルの実数倍、同じ向きのベクトルを取り、その長さをその値にします。向きが同じならプラス、逆ならマイナスです。ベクトルを横の成分と縦の成分に分けます。そして X 成分、Y 成分と呼び、このように書きます。これを成分表示と言います。するとベクトルの長さは三平方の定理からこのようになります。2つのベクトルが等しいとき、成分もそれぞれ等しくなります。また足し算はこうなります。引き算はこうなります。実数倍はこうなります。ベクトルのなす角をシーターとします。コサイン法則からこのような式が出てきます。式を整理するとこうなります。ここで A1B1 プラス A2B2 を内積と呼び、このように書きます。さらに変形してコサインシーターイコールの式を作ります。ここで2つのベクトルのなす角が90度の時、コサインシーターが0となりますので、ベクトル A とベクトル B の内積が0、つまり A1B1 プラス A2B2 イコール0となります。2つのベクトルが平行の時、この式は普通使いません。内積の式を調べてみましょう。内積の定義の式でベクトル A の長さ×コサインシーターの部分はベクトル A の正斜 A です。図と式から内積は2つの長さをかけていることがわかります。内積の計算には次の公式があります。すべて成分表示から導きます。使うときにはいちいち証明はしません。ベクトルの順序を交換できます。分配の法則が成り立ちます。
内積の計算の基本です。定数はそのままです。ベクトルの2乗です。ベクトルの和の2乗です。ベクトルの和と差を作り内積を取るとこうなります。3つのベクトルの和の2乗です。